皆さんこんにちは、テレビ愛知アナウンサーの武田つさです。武田さん、はい、記念すべき2回目の収録になります。2回目ですよ。最近はどうですか？最近ね、もう人と話してなさすぎて話したいことがいっぱいあるんですけど、最近、はい、ワンピース着てて家から電車に乗って、で改札出ようとしたら、改札の前で私の母ぐらいの年齢の方に、女性の方に、後ろのファスナー全部開いてますって言われてもうさーって、もう私気絶しそうになって、恥ずかしすぎてやばっと思って、でその女の人が閉めてあげるって言われて、バーって下ろしてくれたんですけど、まあまあ開いた。これぐらい、しかもそれで電車の中普通に乗ってて死ぬかと思いました。なんかね、生きてた中で多分ベスト3ぐらいになる恥ずかしい出来事です。こう女性だと分かると思うんですよ。上のこういうとこだけ止めてたんですよ。ここだけ止めて、ここ上げるの忘れてて、めっちゃ恥ずかしかったですね。でもうめっちゃ開いてた。でもそう、めっちゃ開いてました。ズボンの社会の窓とかあるじゃないですか、じゃなくてもうね、世界の車窓からぐらいのスケールそれぐらいのスケール、もう世界中みたいな、そういうスケール感で開いてた。30センチぐらいは開いてた。これぐらい開いてた。会社に来てメイクさんに、ちょっと今こういう風に言われてみたいなやったら、メイクさんがちょっと一回下げてみてみたいな、ちょっと見てあげるって言われて、これはそういうワンピースに見えなくもないかもしれないけどってすっごいフォローしてくれて、いやー、ほんと恥ずかしかった。こう未だにトラウマで、なんか自分の後ろに人が立つのもう嫌になってきちゃって思い出すし、もしなんか見えないところでなんかなってたらどうしようって、もう恥ずかしくてより行きづらくなっちゃった。そうで、あとはもう一個は、昨日刺繍をやりすぎてすごいあちこちが痛くて、体のあちこちがね、仕事じゃん。そう、お休み中にもハリーポッターの1から8までずっと見てたんですよぶっ通しで。でもう体もバキバキになっちゃって、その見ながら刺繍やってたりとかするから、私何度かぎっくり腰をやってて、もう分かるんですよ、その前兆が来るかもしれないみたいな。ぎっくりがなんかほんと、もうあれですよ、ハリーポッターとボルデモートの関係性みたいなのと一緒、そのハリーがボルデモートが来る気配を感じるのと一緒で、私もぎっくりが近づいてくると分かるんですよ、それが。で、あ、やばい、これ来てると思って、この真夏に45度のお湯を張ってお風呂に入ったら、もうね、1分もしないうちにめまいしてきて、クラーってなって、あ、これは倒れるやつだと思って、あのお風呂からすぐ出て廊下にバスタオルバーって引いて、びっしょびしょのままバターってなって、そのまま、これ昨日ですよ、動けなくて、でもう腰も痛いし動けないしで、私このままなのかなって思って、誰かに気づいてほしいというか、犬とか鳥とかでもいいから、もう誰かに見てほしい、気づいてもらいたいっていうか、認知してもらいたいなっていうのをすごい強く感じて、もう昨日だから1時間弱ぐらいそのまんま、私もうびっしょびしょのままバスタオルに倒れたまんま、かまいたちさんの YouTube ずっと見てました。やばもう動けないし、どうにもできなくて、だから今日はチップ3枚貼って、もう少しぎっくり腰のため。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。